業終了後すぐに発車します。というわけで今日はね、JR 岡山駅に来ました。時刻はね、22時なんですけど、これからね、寝台特急がやってくるということで、まあ、この時間になるとね、もう昔から寝台特急が、ね、ここに、到着するという感じなんですけど、まあ、今回はね、サンライズ、瀬戸、出雲をね、特集しようかなと思うんですけど、まあ、このサンライズの以前はね、1998年にまで、このブルートレインの瀬戸がね、通ってたんですよね。で、僕ももう寝台列車のブルートレインの瀬戸には乗ったことあるんですけど、この1998年の7月10日からサンライズに入れ替わったということなんですよね。はい、もう結構ね、あともうちょっとしたらサンライズ来るので、そろそろちょっと待機しようかなと思います。これですね、このサンライズ。ご乗車には乗車券の他に特急券と寝台券が必要です。なお、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号は連結作業終了後すぐに発車します。特急サンライズ瀬戸出雲号、東京行きが長いので危ないですから、いよいよね、サンライズがやってきます。出雲と瀬戸が、連結するということで、連結後すぐ発車するということですね。
出発しませんね。お、青になりました。ともに津山線も出発するにしてますね。これ本当に乗って東京に行きたいですね。それが今の夢でございます。というわけでサンライズ行ってしまいました。前行った秘境の駅に、サンライズが止まるということがあったんですけど、出雲ですかね、またそれとは違った感じで、意外とオーディエンスというかカメラを撮る、鉄道オタクの方が、たくさんいてびっくりしました。最初は全然いなかったのに急に現れて、やっぱ狙ってきたんだなということで、いやーね、なんかすごいなと思いました。というわけでまた本当に、乗る機会があったらちょっとまた撮影しようかなと思います。でもほとんどもう回送の列車でいっぱいですね。あれも回送ですね。車庫に入るみたいです。2両ですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。